はい、どうも皆さんこんばんは、サイデマンです。今日もね、アームズやっていきたいと思います。ウォー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 っていうね、曲がもう昨日のね、夜寝る時にね、延々頭の中で鳴ってました。ちょっとした悪夢でしたね。前回のパーティーマッチ行って、今回もパーティーマッチやっていきましょう。前回ね、マスターマミー使ったんで、今回はね、メカニッカ使いたいと思います。まあ、いろんなね、キャラクター使っていって、自分に合うキャラクターで、まあ、現状ね、俺はマスターマミーが一番使いやすかったかなと思いますね。ぼっちかな、僕は。例のごとく。一人で、なんか、プチプチ組手っていうのはあるんでね、これちょっとやっていきましょう。プチプチ組手。的にこう、狙ってけ、みたいなね。なるほど、なるほどね。こう狙ったところに狙えないようでは、コントロールしきれないようではもう絶対ダメだと。まあ、こういうことか。OKOK。はい、試合が始まります。バトル、タイマンですね。ユキトゥーンさん、レート26の人といきなり当てられたんですけども、すごい気になりますね。リボンガール。ブラックリボンガールね。ちょっと強そうですよ、相手。いきましょう。アームはこれでいきます。左右ね、やっぱ違うアーム使った方が絶対得なんでね。やるじゃないか。危ない。おお。このね、メカニッカはね、あれなんで、近づかないとちょっと戦えない。うまいな、相手。相手うまいっすね。全然攻撃当たらんぜ。あー、いいね。今完璧に俺後取ったつもりなんですけど、うまく避けてきたな。よし、入った。オッケー、来た。よし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 。はい、技入りました。相手も絶対技狙ってくるはずなんで、相手の技警戒でいきましょう。絶対技狙ってきてますよ。今ちょっと近づいてきてるでしょ。技警戒です。危ない危ない。ガード回避で距離取るか。よし、潰れた。邪魔なトーテムが潰れた。あー、投げられた。やるじゃないか。これはガードしますね。オッケー、チャンス。後追い、ありがとうございます。カウンター技ね。肉を切らせて骨立ちました。初陣なんとか勝てましたね。相手結構強かったな。なんかね、結構心理戦がいろいろできるようになってきたかなと思うんですけど、自画自賛的な感じになって、まあ多分できてないんでしょうけど、ある程度ね、相手がなんか狙ってることとかっていうのを読むの結構、僕他の実況とかでもその能力だけは研ぎ澄ましていけたらなと思ってるんですよね。その相手の狙いを読むみたいな、そこだけはね、テクニックあんまないんですけど、そこだけは俺なんかこう研ぎ澄ませていけたらなと思ってるんですよね。唯一の、うん、まだ張り合えるところかなって思ってて、もうね、27歳になって、今年28になってね、もう三つどもえなってね、もう年を感じて、こうね、もういいね持ちがね、できなかったですね。昔の10年前の俺だったらいいね持ちでやってたんでしょうね。なんかね、もうしんどいというか、俺の場合結構実況してるんで、こう、こっちか、狙ってきたな。俺狙ってきてるみたいなんで、よし、狙ってくる方を僕は狙います。こっちでいいや。さらに投げた方を投げると、回避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 。こっち俺狙ってるね。狙われるぐらいなら狙い返します。あの人技溜まってるんで危ないですね。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、めっちゃ狙われてる。やるじゃないか。よし、ハンマー入りました。
今ガードしてなかった。ちょっと待って待って、2人で技って、マジかよ。ちょっと待って、俺狙ってるよ絶対この人。もうやめよう、俺狙うのやめようや。俺狙っても何にもなんないって。このちょっと俺狙いすぎ、俺狙った方絶対勝てないからね。最後に技打つか。まあどうせ俺多分やられるから、俺最後技打とう。どうせなんで俺技打ちます。最後多分やられるでしょ、俺絶対勝てないでしょ。ちょっと待って、勘弁してくださいよ。あ、まだ残ってる、ギリギリ残ってるよ。あの人ずっと俺狙ってんだよな。俺狙ってもしょうがないのに。ちょっともう一人狙ってくれ。もう一人狙わないと体力的に勝てないんだって。ちょっと一人めっちゃ残ってたやん。こういうのねあるんすよ。3対1だと多分十字キーで標準変えれるの分かってなかった方なんじゃないかなと思うんですけど、ずっと狙われるとね、やっぱこういうことになりますね。だから体力が一番多い人を狙うっていう構図にしていかないと。うん、またタイマーしたよ。お、タイマー。さっきのずっと俺狙ってた方だな。そんなに俺と戦いたいなら戦いましょうや。いきます。そんなに僕と戦いたいならいくらでも相手になりますよ。さあ行こうか。相手結構思考してたな。よしよしよし、入った入った。よし、ハンマーね、アームハンマーに。危ない、回避して。接近戦は結構得意なとこですよ僕の。距離取ってくるな、まあ、相手ビームあるからでしょうね。よしよしよし、僕と戦いたかったということで、そのリクエストにお答えしましょう、この方のね。 OK 来た、よし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 、 OK 入りました。技絶対打ってくるんで、これガードします。あ、まだあったか。最後このハンマーで、あ、まだか。ちょっと近づいてこの三連アームでとどめ刺します。おお、結構粘ってらっしゃる。 OK です。ありがとうございます。メカニッカはね、単純にスーパーアームっていうか、攻撃中とかダッシュしてるとき、あるいはジャンプしてるときとか、吹っ飛ばされないみたいなのがかかるんで。お、バスケット。このバスケなんですけど、あれなんですよ、相手を攻撃するというよりもゴールのポストに叩きつけるみたいなことがメインになってきますね。だから投げ技をいかに決めるかっていう、そういうあれです。はい、と、まあこういう感じですね。これで1点です。あ、今のは3点か。1点とは限らないのか。てててて、やってこられたんで、よし、パンチで返すと。結局ね、いくらこれ殴ろうとあれなんですよ、これ投げ技を決めないとあれになんないですよ、得点になんないですね、ポイントのあれにならないんで。これ入りますね。ちょっと待って、動けない。あー、今のはガードはちょっとまずかったな。あの距離的に投げ技を狙ってらっしゃる。 OK です。これ3点か2点か。あ、今の入らなかった。痛い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 。 OK、 よし。あー、最後投げた。あー、もう最後絶対投げ技狙ってくるの分かってるやん。やらかしましたわ。最後絶対投げ技狙ってくると思ったのにな。
ていう、まあこういう感じのゲームですね。単純に今のダメージ量的に勝ってたとしてもバスケットのルールで勝てないとダメだと。バスケというよりね、バトルがしたいな。バトル。お、オッケー。さっきの人とリベンジマッチですよ。バトルで決着つけましょう。バスケとかね、バレーボールとかっていうのはちょっと経験値の差がやっぱ出るな。うん。よし、バトル。純粋な殴り合いでしょう。男は黙って、喧嘩ですよ。男は黙って喧嘩だ。オッケー、投げ技です。ありがとうございます。メカニッカのね、投げ技は割と強力かなって思います。あ、相手の投げ技も結構威力高いな。ちょっと置き攻めね、うまいね。置き攻めじゃないか、うまいな。よし。OK です。相手の投げ技の方が威力あるね、っていうか。あー、今の投げ技はダメだわ。握手だわ。ちょっと技打とう。あー、ちょっと貫通か。この人強いな。この人強いっすね。なすすべなかったわ。これもあれなのかな、新キャラクターでもないのか。ちょっと俺が使ったことないキャラクターですね。今の納豆さんうまいな。三つどもえあたりやりたいんだけどな、次。あー、無理か。お、ボスバトルですね。前回勝てなかったボスバトル。行きましょう。メカニッカは、まあ結構強キャラってネットでは言われてますけど、どうなんでしょうね、実際のところ。このね、ヘッドロックは、ヘッドロックレベル4なんで、レベル4って結構強いんですよ、このゲームで。だから、結構ね、チームワーク重視していかないと勝てない。よしよしよし。よっけよっけって。近づこう。距離詰めよう。距離詰めて投げだ。チームに貢献しよう。チームのための動き。すまん、すまん、すまん、すまん。オッケーオッケーオッケー。入ってる入ってる。よし。アーム入った。よし、来た。おー、オッケー、ダブル。ダブル技ね。これ結構削ったね、今の。助けて、助けてくれ。オッケー、オッケー。ヘッドロックね。ヘッドロックみんな使えばさ、絶対勝てるじゃんって思うんですけどね。まあ、主要キャラクターになってないってことなんですけど、ヘッドロックは。いけ、技。拾えない？あ、拾えないか。空中拾いみたいなのは無理か。危ない。ナイス。オッケー。ちょっと仲間に恵まれた感あるね、今のは。うん、まあ技がね結構決まったんで倒せましたね。アームロック、ありがとな。みんな、面々リボンガール、メカニカっていう、多分コンビネーション的にも良かったかなと思います。次あたり、じゃあ最終で行きましょうか。最終戦行きます。お、一輝さん、さっき昨日の友は今日の敵ってやつですね。タイマン行きましょう。一輝さん、レート35っていうので結構な、かなりのね強敵だと予想されるんですけども、一矢報いたい。行きます。とりあえずね、メカニッカは近づくことからかな。よし、とりあえず一発。よし、とりあえず二発。危ない。うわ、あの距離の投げは当たっちゃダメだわ。あれ、距離取ろう、距離取ろう。危ない。あれ、なんか爆発するんですよ。よし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 。あー、今のかわせないのか。ガード、あの投げのね、あれが、対処がいまいち俺よくできてないな。
あ、今のガード間に合わなかった。まあまあ OK でしょう。そんなダメージ受けなかったんで外した。 OK 投げですね。あの技が溜まったんで相手に意識させてからの投げ、なかなか、よし、技は僕はなかなか打ちませんよ。あのこれがね、あの弾幕になるんで、俺あえて技相手意識してるんで消極的なプレーになってるんですよ。 OK 来た。すかしたか。まあまあいいや、結構削れたんでね。こっから来ますね相手も。俺も技溜まってないんで。ああ、今の投げの対処がね、俺いまいちできてないな、ずっと。 OK 入った、技 OK、 ありがとうございます。いやー、なんかね、実況がね、ちょっと追いついてないのがすごい不甲斐ないんですけど、相手パンチ出してきて、かわして、投げ技打つみたいな、古舘一郎ぐらいしか無理だろうぐらいの、あれがあるんですよね、なんかいろいろ。はい、すごいね、今回もね、アームズやっていったんですけど、で、なんかね、グランプリモードとかっていうのもあって、このグランプリモードっていうのが何なのかっていうと、あのランクマッチっていうのがあるんですね。ランクとプライドをかけて本気のオンライン対戦ってことなんですけど、このいわゆるレート戦ですね、あのレートを上げていって、まあ、スマブラとかであった、まあ、マリオカートとかでもあるレート戦を行うにはグランプリのレベル4以上優勝するとランクマッチに挑戦できますってことで、あのグランプリレベル4も勝てないやつはランクマッチに来るなというような仕様になってるんだと思います。はい、ということなんでね、グランプリレベル4とかやりつつね、やっぱトレーニング積んで、今後もね、まあ、生放送とかで、皆さんと一緒に共闘もしくは戦うみたいなこともね、できたらなと思います。フレンドコードの方ね、また詳細の方に載せてますんで、よかったら申請いただけたらすごく嬉しいです。はい、ということでまたね、次回アームズ楽しくやっていけたらなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。